どうも、生涯収支マイナス3億円くんです。本当です。明日ですね、オークス開催されるということで、ちょっと本気の競馬予想していきたいなと思います。てでですね、僕は本気で予想するんですけども、いかんせん僕は生涯収支マイナス3億円くんなんで来ません。エルメテレシクエイリー、僕が買わんかったら苦しい、買ったら来ません。なんですけども、予想は本気でやりたいということで、明日のオークスの本命発表したいと思います。まあ、去年ね、去年ちゃうわ、先週や、なんや俺タイムマシン乗ってきたんかいね。まあ、ツッコミもされてないんですけど。先週ね、本当に、ウィン5がね、4億出たということで、1票だけで、ちょっとそれは夢見てんねんけどな、今。ちょっとまあでもとりあえず G1 やりますね。オークスの、本命は、7番、ステレンボッシュですね。はい。7番ステレンボッシュです。というわけで、3歳牝馬最強決定戦オークスね。今年も最強を決めるにふさわしいメンバーが集まりました。はい。東京2400メートルで行われるレースなんですけど、ねえ、まあ、この時期の牝馬がね、2400メートル経験してることはほぼないので、距離適正、血統、ね。今までのレースデータから判断しなければいけないと。ね。まあ、今回は現時点の完成度で血統を考慮してセレンボッシュを本命に押します。やっぱね、大事な要素になってくるんですよ。血統とかが。おそらく一番人気になってしまうんですけども、ね。まあ、一戦一戦の成長力を考えれば、ここはあっさり勝って、牝馬2冠達成すると思いますよ。はい。対抗はね、14番ライトバックですかね。オークスに出走するなら、ぜひ買いたかった一頭なんですよ。はい。距離適正だけだったら一番向いてると思います。はい。で、枠もいいところに入ったので、道中折り合いをつけて直線爆発させてほしいですね。これ狙ってたよね。さあ、展開予想なんですけども。はい。展開予想いきます。スタートして、4番パレハ。パレハ。11番ビントシュティレ。16番、湘南マヌエラが花争いをするが、大外から湘南マヌエラが花を取り切ると。はい。番手争いは、パレハ、ビントシュティレに加えて、3番、エセルフリーダ、5番、黄金の空、9番、ラバンダ、17番、タガノエルピーダが争う。ここは、ビントシュティレが番手を取ると。先行してるのは少し後ろに、1番、ミヤネーロ、8番、ホーエリート、10番、アドマイアベル、12番、チュルビニア、18番、ランス・オブ・クイーンが追走すると。ね。中段から後方にかけては2番クイーンズ・ウォーク、6番サンセット・ビュー、7番ステレン・ボッシュ、13番スイープ・フィート、10番ライト・バック、15番サフィラが足を溜めます。道中は湘南マヌエラ先頭に縦長の隊列でミドルペースと予想します。はい。3、4コーナー中間あたりから後方各馬のペースが上がり隊列が詰まってくると。ね。湘南マヌエラ、ビントシュティレが玉砕覚悟で抜け出しにかかる。はい。湘南マヌエラは先頭に入り、すぐ後ろにはビントシュティレ。離れた3番手集団からパレハ、黄金の空、アドマイアベル、チェルビニア、大きく広がって前頭直線に入り、進路探して争うと。ねえ。残り400メートル。まだ粘る湘南マヌエラ、ビントシュティレ、3番手集団から、黄金の空、アドマイアベル、チュルベニア、ちゃうわ、チェルビニアが足を伸ばし、先頭との差を詰めると。ババの真ん中からは、クイーンズオーク、スイープフィート、外からは、ステレンボッシュ、ライトバックが体勢を整え、加速し始める。残り300メートル。先頭は粘る湘南マヌエラに、黄金の空が並びかけると。すぐ後ろには、アドマイアベルと、チェルビニア。クイーンズウォーク、スイープフィートも並んで、先頭集団との差を縮めると。外からは一気に加速したステレンボッシュライトバックが猛追。残り200メートル。先頭代わり、黄金の空。ね。
しかしすぐにチェルビニアが並びかけ抜け出しにかかる。真ん中からはスイープフィート、外からステレンボッシュライトバックが並んで加速と。残り100メートル、先頭のチェルビニアをスイープフィート、ステレンボッシュ、ライトバックが追い込む。3頭の激しい叩き合いから、ステレンボッシュが抜け出し、チェルビニアを捉えると。最後は抜け出したステレンボッシュが1着ゴール。2着は粘ったチェルビニアとライトバック。という展開予想でございました。はい。結構ね、こういう感じになるんじゃないですか。めっちゃ見えてます。鮮明に。はい。買い目なんですけども、いや、これな、正直まだちょっと悩んでて、めっちゃ絞ったパターンと、ね、めっちゃ広く買ってるパターンあるんですよね。どっちにしようかな。まあ、その、だから、一着は、だからステレンボッシュ固定で行こうと思ってるんですよね。あ、まあもう行こうか。すいません。買い目なんですけども、3連単。フォーメーション。むずいな、これ。いやー、どうしよう。1着7。2着。12、13、14。3着。12、13、14の計6点でいきたいと思います。かなり絞ってるよ、これ。かな絞。いや、人気馬で絞ってる時俺当たるし。で、一応、もう一パターン、こっちは買わないんですけど、一応予想したのは、その、1着7、2着12、13、14の3着が、1、2、5、8、10、12、13、14、17だけ、広く買うパターンもあったけど、今回はちょっと激勝で言います、これ。挑戦です。はっきり言うて。ね。12、13、14連番なんで、その、ね、誰か一等来てくれたらいいんですけど、もう6点激絞。これで当たったらすごいやろ、でも。ね。チェルビニアスイフィートライトバック。いや、ここで決まると思うけど、むずいねんな、オックス。あ、以上です。はい。というわけで、激絞です。なぜならちょっとまあ、わからんからってのもあんねんけど、どうせな、もう先週荒れすぎたし、今週落ち着きますよ。はっきり言うて。ね。さあ、そして、今ね、何を隠そう、これ、お昼に撮ってまして。今日の。で、生配信中なんですよね。エイペックスやってんね。エイペックスの配信の、これ、なんかコメント欄とか見れんねん、これ。ね。見てるよー、やって。ほら、饒舌やなー、とか、言ってます。ね。今回も荒れそうって言ってるやつもある。ねえ。さあ、というわけで、まあ生配信もね、やってますんで、皆さん通知オンにしてください。チャンネル登録お願いします。初めて言ったんじゃん、こんな。チャンネル登録お願いします。まあ皆さん、競馬勝ちましょう。あらっしゃ。